あ、こんにちは。ホラー映画見れません、みーたんです。ドッキリ大好きサクさんです。お化けいけます、りょうにゃんです。ということで本日の企画は、はい、ラーメンに目玉が入ってるドッキリ。イエーイ。今日のターゲットはラーメン大好きむーちゃんでございます。むーちゃんの大好物ラーメンに目玉が入ってたら、どんな反応するのかっていう、ハロウィンも近いということでね、はいはい、ちょっとハロウィンに寄せたねドッキリしたいなと思って、はい、こちらを用意しました。ドドドン。おー、これ今流行りの目玉グミゼリーなんですけど、はい、これなんか出したらこう真っ白なんで、うん、こちら側は、はい、あのゆで卵に見える。そう、そっくりなんですよ、はいはい、なので、うん、まあ、ゆで卵かなって思わせて、うんうん、ラーメン食べてたら目玉、うわっ、目になるよ、きっと目になってくれるから、うん、早速それでは検証していきたいと思います。いただきますか。いただきます。ありがとう。ありがとう。いただきます。いただきます。すごい卵すごい卵が入っている。何の卵に入るんすか。目玉ゆで目玉入ってる。でもなんかさ、ラーメン自体がな、うん、ちょっと甘くなって影響してる。影響してる。誰影響を受けてる。はい、ということで、うん、目玉入ってるのって。なるほどね。気づいた？うん。いやもう見た瞬間に、あ、卵のサイズが違う。なんか見たことあるサイズのものが入ってるなって思って、しばらく普通に食べてた。普通に味わってたんやけど、まあ、ちゃんとしたらメムジャの用意してあるんで。本当ですか。ありがとうございます。ちょっとあの、うん、なんていうのこのさ、ジャムのさ、うん、ちょっと酸味みたいなのがスッて馴染んでます。影響しちゃった。なんかスイーツラーメンみたいな。すごい。マジか。逆に今普通の顔して食べた。それすごい。すごいね。はい、ということで今日はむーちゃんにね、目玉グミゼリーが入ったラーメン食べたらどんな反応するのかドッキリをしました。はい。どうでしたか。ちょっと。この後ちゃんと普通のラーメン食べたい。食欲がさすが。食欲がすごい。ぜひ皆さんハロウィンに向けて、はい、誰かに行ってみてはいかがでしょうか。やめといた方がいいと思う。すごい卵っぽいもんな。卵っぽいからいけると思います。うん、はい。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、